喜劇の館の警備部長を務めるクロスカピ。ボクシング、テコンドー、柔道、空手、さまざまな格闘技に精通し、1対1の殴り合いにおいてクロスに勝てる者はいないと言われている。以前、人狼ウイルスにより人狼が大量発生した際、その剛腕で全ての人狼を仕留めた逸話から、通称人狼殺しのクロスと呼ばれている。クロスは宝物庫にて館の宝である水晶玉の警備に当たっていたが、5人が館に訪れた日にクロスは殺され、水晶玉が盗まれてしまった。その水晶玉はその人の真実の姿を映し出すとされ、大変貴重なものだった。屈強な護衛をどうやって倒したのか、水晶玉はどこに行ったのか、クロスを殺害した犯人は喜劇の参加者の5人にまで絞られたのだった。犯行現場、クロスは首を絞められたことによる絞殺で殺されていた。特段抵抗した跡がないため、一瞬で殺されたか抵抗できない状態にされて殺されたのだろう。クロスは首を絞められた痕跡以外には頬を殴られた跡があった。直接の死因は絞殺で間違いないのだが、一体。犯行の証拠、犯行現場の宝物庫には水が入ったペットボトルが転がっていた。中には毒物など入っておらず、ただの水であった。クロスの前に警備を担当していた者は、そんなペットボトルはなかったと言っているため、クロスの警備中に持ち込まれたものと思われる。さて皆さん、ここに容疑者の5人が揃っています。この容疑者の5人で話し合いをして犯人を見つけ出してください。捜査本部からの情報は5分ごとに皆さんに共有させていただきますので、推理の足しにしてください。それでは皆さん、話し合いをどうぞ。トーン情報、あなたは喜劇の参加者の一人。父親が背負った借金を返済するため、この館で大量のお金の獲得を目指している。信じる心を持つニーナには、人の雰囲気から人の本質や嘘を見抜く直感力を持っていた。クロスとすれ違った際に感じ取ったのは、この人は何かうさんくさいだった。わざわざ強い護衛さんがいるのに、女の私には絶対に水晶玉なんて盗めないよ。男性の中にきっと犯人がいるんだろうな。基本情報、最強の男を目指すあなた、あなたにとってクロスは憧れの伝説の男だった。断られはしたが、この館に来てクロスに決闘を挑んだほどだった。クロスが死んでしまい落ち込んでいた。結局クロスとは一度も戦うことができなかった。だが、あの最強の男を倒した奴とは一体。うおーん、クロスよ、なぜ死んでしまったのか。もうクロスと戦うことはできないのか。しかし最強のクロスが負けるとは、何か裏があるはずだ。
あなたは自分が経営するカジノの借金返済のために喜劇に参加した。20年連続代表を引き続けるほど運には恵まれてないが、持ち前の美貌から多くの男性客を呼び、なんとか助かっていた。どうやら男を引きつけるフェロモンが出ているようだ。綺麗なものが好きで、真実を映す水晶玉に興味を持っていた。クロスさんが殺されたの。あの人、とても強い人なんでしょ？そんな人を殺せるのって、きっと大柄な男性が犯人なのでしょう。基本情報。あなたは喜劇の参加者。お金儲けに来たとは言うものの、この館や喜劇の参加者たちに興味があるようで、何かと話しかけて考え込んでいる。時折不敵な笑みを浮かべているかと思えば、氷のように冷たい目をしている時もある。喜劇の参加者である口の悪い女子高生に見つけられたあだ名は陰キャため。なるほど、面白い事件が起こったようですね。この館で何か起こったか、真実を解き明かしましょう。ね、パーロスさん。基本情報。あなたは不良時代、人狼殺しのクロスの逸話に憧れていた。憧れのクロスがこの館にいることに軽い興奮を覚えていた。不良時代はバイクに乗り、高速でジャンプする技からハーリーラビットの二つ名を持つ。粋な生き様を目指しており、上下関係を大事にする。年上のパーロスの言うことは素直に聞く。クロスは外傷がほとんどなく殺されていたことから、何か卑怯な方法で殺されたに違いない。まったく粋じゃねえな。絶対犯人を捕まえてやる。話し合いでクロスを殺した犯人を見つけてください。どうぞ。まず俺から話してもいいか？いいわよ。まず俺が第一発見者になるんだが、17時頃に、うん、宝物庫に行ったら、まあ、死んでるクロスを発見して、なおかつその時にはもう水晶玉がない状態だったんだが、15時頃にも俺は宝物庫に行って、その時に女性と二人で話してるのを聞いて俺は引き返したんだが、15時頃ニーナとセーナが何をしてたのか俺は聞きたい。私は15時頃食堂で紅茶を飲んでいたよ。その時にちょうどハーリーが階段を上がって宝物庫に行くところを見ていたから、今で納得いった。あー、なるほど。私は隠さず言った方がいいと思うから言うけれど、その時間15時頃にはクロスの元へ水晶玉を見に行っていたわ。なんで見に行ったであるか。シンプルにその水晶玉がどんなものか知りたかったし、知りたかったから。そうね、クロスの元に私の記憶だと14時半ぐらいに伺っている。その声を聞いたっていうのは、セーナのことかな。私もとクロスが話してる声を聞いたのかもしれない。なるほど。まあ2人の言うことを信じるんであれば、その後に殺されて水晶玉も盗まれたっていうこと
まあ、少なくとも私が行った14時半ぐらいの時にはクロスさんは生きていたわ。我が輩はセイナと14時半にすれ違ってある。それはどこでだ？噴水に向かってる時にあったである。そうか。私は14時半頃廊下でひどく落ち込んだ表情のパーロスを見かけた気がするね。これは時系列を最初から整理した方がみんな分かりやすいんじゃないかしら。なるほど。そうだね。一番最初、早い時間に、クロスさんに会った人はいないの。我が輩あったであるよ。14時に会ったであるぞ。14時に。14時前に会ったやつはいるか。俺は12時頃に会ってるな。あ、そうである。12時頃。ああ。食堂で会ってるな。ああ、そうだ。パーロスも一緒にいたからな。そうであるな。私はそもそも会っていないね。あら。ロキはそもそも。ああ、そうだな。ロキ、お前は何をしてたんだ？12時半頃にニーナと会話していたかな。だね、食後にロキとお話をしていたね。うん。その後は何してたであるか？その後は、特に何もしていなかったかな。なぜ今一瞬間があったの？何か隠してるのではないか？いや、特に何かしていたかなっていうのをちょっと考えたんだけど、いや特に何もしていなかったなって結果に落ち着いたぐらいだね。そうであるか。私は13時ぐらいにハーリーと会っているわ。そうだな、会ったな。その時に水晶玉の話を聞いて興味を持ったのよ。なるほど。その後時系で、あ、そうね。その後14時ぐらいにクロスさんのところに合唱と聞いていたから、パーロスが会いに行ったっていうのは本当なんじゃないかと思っているわ。我が輩は14時にクロスに決闘申し込みに行ったのだ。でも断られてしまったのだ。断られてしまったのだ。なんで？わからないのである。わからない。決闘を申し込んで断られたから、決闘の代わりに我が輩を殴ってくれって頼んだのだ。それはどういう理由だ？そういう性癖なのかしら。ね、世界最強の拳で我が輩の顔を殴ってもらえるって思ったら、そんなに強いパンチじゃなかったのである。もしかしたら我が輩の方が強いのであるか。そう思わんか、ハリー。いや、さすがに人狼殺しより強いってことはないんじゃないか。まあ、時系列で考えると最後に会ったのはセイナということで間違いないか。今のところ情報が出ていないならそういうことになると思うわ。そうだね、15時頃で合ってるかな。こちら捜査本部、こちら捜査本部、捜査の進捗を報告いたします。14時半頃になるのですが、ゴミ箱から睡眠薬が見つかったそうです。睡眠薬が入った瓶が見つかったそうです。また現場の痕跡からクロスを殺したのは間違いなく宝物庫内で殺したようですね。ではまた何か進捗があったら報告させていただきます。皆様、話し合いを続けてください。睡眠薬。ねえ、ニーナ、どうしたロキ。ちょっとニーナに聞きたいことがあるんだ。はい。ニーナって不安眠れない病だよね。ん？そうだよ。え、なんで知ってんの？いや、ロキ、お前ストーカーか？え、ちょっと。ストーカーでやるか。いや、そうなの。みんなにはあんまり言わない方がいいかなって思ってたけど、病気のことだから。実は昔いろいろトラウマがあったせいで不安で眠れないっていう病気になっていて、それで睡眠薬を普段から常用してるんだよね。ちなみにその日は今日はなんだか寝れるなって思ってゴミ箱に捨てちゃったんだ、それを。じゃあこの睡眠薬はニーナのもの。さすがに今のは無理がないか。寝れるからって別に睡眠薬は捨てないだろう。ゴミ箱に入っていた睡眠薬はそもそも使われていたのかな。そうね、
そのまま捨てられたのか使用後だったのかでよって話が変わってくるかもしれないわ。うん、うとうとしてたからあんまり覚えてないんだけど、ハーリーがさっき通ったのを見たって言ったよね、宝物館に向かう、うんうんうん、その後に誰かが通ったようなのを感じたんだけれど、あんまり覚えてないんだよね。正直疑われちゃうかなって思ってこのことは言いたくなかったんだけど、今の証言を信じるんであれば、セーナがクロスに会いに行き、俺が会いに行き引き返し、セーナが帰った後にまた誰かが会いに行ったっていうことか。そうなるわね。セーナの後にセーナが入ったんだっけ、うん、私が行ったのは14時半ぐらいと記憶しているわ。で、うん、まあ俺ハーリーは3時頃に行ってるから、その3時から17時まで誰も行っていないということはないんじゃないかと思ってるんだけど、どうかしら。多分誰かが嘘ついてると思ってる。我が輩はロキにあると思うな。我が輩は別に、ロキはニーナがそういう睡眠薬を持っていたのを知っていたんだから、ロキでも可能であると思うんだが。それは違うね。じゃあ逆に聞くけど、私はニーナから睡眠薬をもらうタイミングはほぼないと思っているよ。うん。ニーナが寝ていた時に取れるとかはないのかな。ちょっといいか、ニーナが寝ていたタイミングっていうのは何時だい？食堂でお茶をして、15時頃うとうとしていたの、うん、食堂でリラックスした時にうとうとしてしまったから、食堂で寝ていたのか。そうです、あ、そうです、食堂でロキと喋った後に、それで無理やり疑うのであれば、ロキが睡眠薬を盗んでニーナが飲むお茶に盛ったとか考えられないかしら。やるならそれだけど、やる動機がないね。いや、ちょっと待って待って、ニーナはさっき自分からゴミ箱に捨てたって言わなかったか。はい、そう。むしろ他の連中はそこが引っかからないのか。普通睡眠薬捨てるか。いや、捨てないね。捨てないとは思っているわ。だって証拠隠滅であるか。ただその睡眠薬を誰かに持ったとしてゴミ箱に捨てるのは安直すぎないかと思っているから、どうなんだろうって考えてるところ。確かにそれもそうであるな。わからないである、我が輩。私は違うんだって。本当にそんな武器にならなくていいである。殺すほどの動機を持ってた、そもそも誰が一番濃厚なのかしら。うん、それが水晶玉が欲しかったやつだろ。え、それからこれは私の直感なんだけど、クロスさんって何かを隠してると思ってるんだけど、それに対して何か知ってる人いないかな。それと関係してるかもしれない。クロスは我が輩の勘であるが、多分弱いのである。弱い。そうね、これはちょっと言おうか迷っていたんだけど、私クロスさんの元に行って水晶玉を見せてほしいってちょっとこうおねだりしたんだけど、うんうん、あの人女慣れしてなくて急に迫ってきたのよ。え、気持ち悪くて思わず平手打ちしちゃったんだけどそしたら打ち所が悪かったみたいで気絶しちゃって怖くなって私逃げてしまったのよね。どう？だからパウロスが言う通り、あの人あまり強くないんじゃないかなとは私も思っていたところよ。でもクロスって首を絞められて死んだってことだよね。そうね、そういうのように聞いているわ。そしたら抵抗するほどの力があるのであれば、普通に張り倒せるとは思うんだけどね。うん、私の痛恨の一撃がこうはまって気絶した後にそのまま首を絞められたのであれば、抵抗した痕跡はないんじゃないかと私は思っているわ。こちら捜査部、こちら捜査本部、捜査の進捗を皆さんに報告いたします。真実を映す水晶玉、こちらの周りに争った形跡はありませんでした。なのでおそらくクロスに気づかれずに盗んだ、もしくはクロスが気を失っている間に盗んだとしか思えませんね。水晶玉はとても高価なものです。きっと盗む動機は皆さんにあったんじゃないですかね。では話し合いを。
続けてください。の話を信じるのであれば、聖なに迫ったクロスさんは、平手打ちで気絶して、そこを首で絞められて水晶玉盗まれたっていうことになるよね。そうであるな。うん、やはりクロスは弱かったのだ。我が輩の方が強いのだ。ガールスの方が強いかはわからないけれど、でも多分我が輩の方が強いのだ。パールスの最初の証言で、顔に一発殴ってほしいっていう話を言ってたよね。そうであるな。その時に弱かったという話が本当になったっていうことだね、これは。そうであるな。我が輩の方が強いのであるな。まあそれは俺はクロスを憧れてたからだいぶショックだが、我が輩の方が強いのだ。あの後に入った人って誰かいるかな。私からすると私の後に誰かが絶対に入っているはずなのよ。私は誰か見てないのか。を知っているから。私自分が犯人ではないからこそ、私はここまでの情報を出しているということを皆さんにお伝えするわ。これ以上はない。ないね。まああるとすれば、まあ7時過ぎの騒ぎで行ったぐらいかな。あ、そういえばなんだわ。セイナは噴水の方から来たんだが、噴水でセイナは何をやっていたんだ。噴水を眺めに外に出かけただけよ。そうであるか。皆さんはそもそもどこにいたのかしら。私実質に、クロスさんの元を去った後自分の部屋にいたから、あまり皆さんと会っていなくて、みんなの行動を全然知らないんだけど、16時頃とか皆さん何をしていたのかな。食堂で寝てた。我が輩は噴水にいた。あまりこうアリバイというか、お互いに補填できる情報はそんなにないってことよね。そうだね。自分も廊下を歩いていたし、まあ、セーナがそのクロスが生きていたという時間を、最後の時間を、まあ、信じるのであれば、その3時以降から17時の間に殺されたはずだが、別にそこでアリバイがきちんとある人間はここにはいないよな。ないということね。俺はやっぱりニーナとテーナが怪しいと思っていて、何回も言って申し訳ないんだが、やっぱり睡眠薬は普通捨てない、ゴミ箱に捨てないだろうと思うし、セーナに関してはクロスが死んだことによって大柄な男性が犯人だろうって言ってたが、もともと弱いことは感づいていたんだろう。なのに犯人を男の方にちょっと誘導しているところが気になるな。ハリ頭いいでやるな。セーナどういうことなんだやる。男の方に誘導しているというわけではないけれど、まあ、そういうふうに捉えられてしまったのであれば仕方ないと思っているわ。ただ私は自分が犯人でないということは自分が知っているし、私は自分の行動以降の皆さんの行動がわからないし、犯人は名乗り出ると思っていないからこそ私に入院に来てるんだなという印象しかない。ニーナが睡眠薬を捨てた理由はわからないけれど、それが、私は自分が、クロスさんを気絶させてしまったことを知っているから、睡眠薬は関係ないんじゃないかなと思っているしっていうところね。睡眠薬は関係ない。私自分がその平手打ちをしたら気絶してしまったことを知ってるから、そのまま気絶してしまってその、首を絞められたのであれば、睡眠薬を盛られる必要がクロスさんにはないから、睡眠薬とクロスさんの事件の関連性があるのかなっていうところが疑問よ。そうだね、私セーナさんは違うんじゃないかなって思っていて、もしでも我が輩はセーナは水晶玉盗んでると思ってるから。あー、盗んだ人と殺した人は別ってこと。ん、まあでも殺したら殺す理由は、水晶玉を盗もうと思った人が2人いて、2人目が殺した時にはもうなかったとか、あーくらいだね。セーナさんが犯人だとしたら、私のこの睡眠薬って格好の材料だと思う、犯人として仕立て上げるのに。なのにセーナさんがわざわざ気絶した話をする必要がないんじゃないかなって思っちゃうかな。まあそれに関しては自分から気絶させたともう言ってしまってるから、
まあ、そもそも自分から言う必要がないんじゃないかしら。睡眠薬があるから怪しいというふうに言ってるハーリーの意見に乗る方が皆さんの同意を得られるんじゃないかと思うわよ。こちら捜査本部、こちら捜査本部。防犯用に設置された IC レコーダーを解析した結果、宝物庫からの話し声をなんとか聞くことができました。クロス以外に宝物庫でクロスと話した人間、それはたった2人、たった2人です。この中の2人しかクロスと話していないそうです。では皆さん話し合いをどうぞ。これはパーロスである。パーロスとセイナだよな。そうね。あ、で1個聞きたいんだが、宝物庫に行ったのはこの中で、ニーナは行ってないんだっけ。ニーナはずっと寝ていたと言っていたと思う。そうだね。ここに行ったハーリーは見た。ああ、そうかそうか。私は、IC レコーダーっていうのがミソだと思っていて、IC レコーダーって音声を解析してるんでしょ。私が気絶させた後、クロスと会話する必要がないから、そこに行った人がいたとしても、声を発してないのであれば、人数にカウントされないんじゃないかしら。ああ、まあ、それはそうだな。それはそうだよな。で、すまん、ちょっと俺、一個聞きたいんだが、はい、あの証拠として水が入ったペットボトルが転がっていたという情報があるんだが、これは誰のペットボトルだ。それは私が差し入れしたものよ。差し入れ、差し入れ、差し入れという目的で、まあちょっと誘惑してみたら思わぬほど乗ってきてしまったところって感じね。どういうことですか。あ、水晶玉の件でか。水晶玉、うん、そう、クロさんの元に尋ねる口実としてペットボトル、差し入れ、お水差し入れるわねということで言ったんだけど、あれまあ分かってる、そこは。差し入れで持ってったペットボトル、確かにそれは自分も17時台に発見しているね。それは、やっぱりセイナさん以外の男の子3人の中にいるんじゃないかなって思ってる。セイナさんがここまで犯人だったらわざわざ情報ベラベラ言う必要がない、自分にかぶせればいいと思っているからね。もうそれ以上に私とニーナ以外の情報があまりにもなさすぎて疑う余地もないのだけど。そうなんだよね。16時台は普通に何もしていなかったからね。何もしていないという人を疑えないからこそ、逆に私は自分が仕立て上げられてるから怪しいと思ってしまうのよね。ここまで情報を話している人よりも何もしていないっていう人を皆さんは信じるの？それなら私も知らない、知らぬ存ぜぬを通せばいいと思わないかしら。そうね。私はなんだかロキが私のことを犯人に仕立て上げたいような雰囲気を察したけどね。誰が？ロキ。私が最初にその病気の話をした時に、ニーナって睡眠薬持ってたよねっていう風に、なんか、仕立て上げる。それはあれじゃないか。ゴミ箱に捨ててあったから、その持ち主はニーナじゃないかっていう話で。そうだね。ロキは犯人に仕立て上げるようなことは言ってたか？いや、一応確認を取っていただけなんだけども、一番アリバイがないのが僕なんだよね。そうね。廊下にいたというだけですものね。わからないぞ。廊下にお話ししていたってだけだったからね。我が輩がクロスより強いということしかわからないぞ、我が輩は。ついでに、パーロスに聞きたいんだけど。なんだ？自分は14時半にパーロスの落ち込んだ表情を見ているけど、パーロス自身は私に気づいていたかい？全然気づいてないである。なるほど。全然知らないである。どこで見てたかもすら知らないである。廊下だね。もう全然知らないである。パーロスってめちゃめちゃ自分の方が強くて喜んでたのに、その時はへこんでいたの？我が輩弱いかなと思って、その時は我が輩は本気にしてくれないんだなと思って悲しかっただけである。もしかしてその時の表情を見たのか。ああ、でもそうだと思うである。まあ、セイナに一つだけ引っかかるのは、その弱い、クロスさんが弱いことを知っていたのに、最初の段階で大柄な男性が犯人なんじゃないっていうふうに言っていたのは、
少し気になるよね。水晶玉盗んだんだやつや。皆さん20分間経ちましたので話し合いが終了です。そろそろクロスを殺した犯人を決める時間となりました。皆さん、誰がクロスを殺した犯人ですか？投票を行ってください。投票の結果、犯人として殺人犯として処刑されるのはロキ、あなたです。それでは物語の真実に参りましょう。実は格闘技観戦が趣味の熱狂的格闘技オタクであったクロス。趣味がきっかけで警備部長に指名されたクロスは、通信空手しかやったことがないド素人だった。人狼ウイルスの感染により人狼に変貌し、館内で暴れるという人狼事件が起きた。警備部長として他の警備員が逃げ出す中、人狼を隔離した館へいやいや一人で向かった。中に入るとクロスは驚いた。人狼に変貌した人間たちが苦しんでいたのだった。どうやら人間を人狼に変える実験は失敗していたようで、一定時間経つと体が耐えきれず息絶えてしまうようだ。その姿を見たクロスは館の外で待つみんなの元へ行く。人狼はすべて始末した。平和な朝がやってきたぞ。クロスは自分が人狼を倒したと嘘をついたのだった。この人狼事件の事実を知られたくないクロスは、ありとあらゆる方法で隠蔽を行うのだった。これがクロスの過去の秘密だった。そんなクロスと宝物庫で会った人がいる。まずは筋肉パーロス。当然水晶玉の警備中、パーロスに決闘を挑まれたが、あんな筋肉ゴリゴリのマッチョさんに勝てるわけがないから断ったのだった。次に宝物庫を訪れたのはディーラーのセーナ。セーナは色仕掛けを使ってクロスに水晶玉を見せてもらうよう頼んだが、何を勘違いしたか、クロスが自分に迫ってくる。思わず平手打ちをしたが、本当はただの弱い男性のクロス。一撃で気を失ってしまった。この会話を聞いていたのが不良ハーリー。ハーリーは平手打ちをしていたところまでは聞いていないが、誰か女性とクロスが話す声までしか聞き取れていなかった。そして次に訪れたのがピエロのロキ。個人的にクロスに恨みを持っていたロキ。気絶するクロスを見て、こんなチャンスはないと殺す決心をする。気絶したクロスの首を絞め、殺すのだった。以上が物語の真実です。ということで、勝利したのは、ニーナ、セーナ、ハーリ、パーロスでした。よし！ゲー！シシシシシ。はい。ということで、ロキは一つも嘘をつかなかったですね。そうですね。アリバイなくて怪しいってなった。そうですね。嘘はつけなかったですね。嘘をつくようにいろいろ空白があったんですけど、一切嘘をつかないので。皆さんの物語の真実を話していきましょうか。ということで、ニーナの真実いきましょう。できれば秘密にしたい情報。不安で眠れない病から睡眠薬を飲んでいるが、クロスを殺すのに使ったと疑われてしまえないように隠したい。紅茶をもらって食堂でリラックスしているとハーリーを見つけた気がする。またうとうとしていて他にも誰か通った気がするが思い出せない。睡眠薬を服用していることがバレるかもしれないため黙っていよう。勝利条件、殺人犯を処刑する。追加勝利条件、クロスの秘密を明かす。真実の姿、一人になったあの日から眠れない日々を過ごしていた。そのため医者から不安眠れない病と診断され、睡眠薬を所持していたが、この館でラバーと会い少し気が落ち着いたのか眠れるようになっていった。もう睡眠薬はいらないか。館のゴミ箱に睡眠薬を捨てたのだった。信じる心を持つニーナ。人間の本質を見抜く力を持っていた。クロスから感じ取ったのは、うさんくさい。ラバーから感じ取ったのは、中二病所だ。ニーナの目は、すでに前を向いて歩き出していた。クロスから感じ取ったのは故障臭いやつじゃないですか。故障臭い。故障臭いのを感じたんじゃないですか。故障臭い。いや、これクロスから感じ取ったのは故障臭い。これ後でその故障臭いの NG のところ入れなきゃいけなくなるじゃないですか。クロスとすれ違った際に感じ取ったのは、この人は何か故障臭いだった。あ、うさん臭い。
カットできちゃう。バカなのバレちゃうよ。続きまして、筋肉パーロスの真実の姿いきましょうか。筋肉パーロス、できれば秘密にしたい情報。決闘を申し込んだが断られたため、決闘の代わりに自分を殴ってくれと依頼した。世界最強の拳で顔を殴ってもらえると期待するも、とても軽いパンチだ。本気で取り合ってもらえないのは戦士として恥だった。噴水でガラス玉を見つけたが割ってしまった。もしやあれが秘宝の水晶玉だったのか。勝利条件、殺人犯を処刑する。追加勝利条件、議論中にクロスよりパーロスの方が強いと2人以上に発言させる。そう、これ、追加勝利条件がクロスよりパーロスの方が強いって言わせるためにずっと、いや、我が輩が強い、我が輩がクロスより強いっていうことしか分かんなかったなっていうことをずっと言ったけど、誰も取り合ってくれませんでした。置いといてって、置いとかれた、いつも。無視するみんな。置いた。置いときました。さあ、置いとかれたパーロス、真実の姿をお願いします。真実の姿。パーロスはクロスの武勇伝に憧れていた。クロスに決闘を申し込むも、死者を出したくないと断られてしまう。では決闘が無理ならばお前の拳を味わせてくれと頼み込むのだった。死なない程度にと顔を殴、数発殴られたが、話は出たものの軽いパンチにダメージはほぼなかった。やはり本気で取り合ってくれないのか。パーロスはひどく押し込み、自室で筋トレに励んだ。クロスの CV 若元後藤だろ。いや別に、いや、たまたまクロスの CV がすわブーラーってなっちゃっただけで、たまたま強そうだから、これ死者を出したくない。昔機動隊で働いてたからな。そうはい、ということで、じゃあ、議論をかなり進めていたセーナの真実の方に行きましょうか。できれば秘密にしたい情報。14時半、宝物庫へ水晶玉を見に行く。飲み物を差し入れに行く名目でクロスを誘惑し、水晶玉を見せてもらおうと思った。しかし女性にモテないクロスは興奮し強引に迫った。あなたは思わず平手打ちをしてしまった。打ちどころが悪かったのか、クロスは一撃で気絶してしまった。真実がバレるといけないので水晶玉を盗み、15時半ごろ裏庭の噴水に沈めた。おそらくクロスが強いというのは嘘なのだろう。しかし誰も知らないようだ。勝利条件、殺人犯を処刑する。追加勝利条件、誰からも投票されない。真実の姿、真実を映す水晶玉を見に来たセーナ。差し入れに飲み物を渡した。警備部長のクロスはセーナの美しさに惹かれ猛烈に求婚した。気味が悪く、やめてと平手打ちをしてしまう。なんと平手打ち一発でクロスは気絶してしまったのだ。まずい、このままだと私は喜劇に参加できなくなってしまう。とっさに真実がバレないよう、すべての真実を映す水晶玉を持ち去り、裏庭の噴水に沈めたのだった。盗んだ犯人はセーナでした、ちなみに。なるほど。この辺はあのガラスの回ってるから、セーナが犯人なんだろうなって言ってきたけど、あんまり言いたくない。まあ、パーロスのことは置いておきましょうということで。ひでえ。議論が水晶玉盗んだことにほとんど触れさせないっていうセーナ強いっすね。別なのかなって一瞬考えたんだけどね。議論を強引に持ってかれた。追加勝利条件に水晶玉を盗んだことをバレないっていうのをあったら潰してやろうと思って、ずっと水晶玉持ってるだろうって言ってた。ではでは次は、ロキですね。殺人犯のロキの真実の姿を見ていきましょう。あれ、俺殺人犯より後なの。ラストですよ。確かにラストですか。わかりました、はい、じゃあロキお願いします。ピエロ・ロキ、できれば秘密にしたい情報。あなたはクロスを殺した犯人だ。16時、あなたは宝物庫を訪れると気絶したクロスを発見。チャンスと見て殺した。なぜ気絶していたかは謎だが、最強の男の寝首を書くことはできた。その時、水晶玉がなかったため、水晶玉を盗んだ人が犯人だろう。ニーナがクロスを眠らせ、水晶玉を盗んだのかもしれない。
罪を着せて処刑から免れよう。処理条件、処刑されない。やっぱなんか感じたもん。先を向けようとしてるなって。だってちょうどいい情報がそこにあったんですけど。誰だよ、かばってたやつ。俺だな。さあ、ではロキの悲しい真実の姿をお願いします。真実の姿。ロキがこの館にやってきた理由、それはこの館の元使用人であり、人狼事件で死んだ恋人について調べ、事件の真相を知るためだった。復讐相手であるクロスは問いただしても一向に口を割らない。ただ人狼事件が噂の通りならば、クロスがロキの恋人を人狼とはいえ殺した犯人なのは間違いない。水晶玉の警備で一人になった時、ロキは再度クロスを訪ねた。そこには宝物庫で気絶しているクロスがいた。ロキはチャンスと思い、復讐のためクロスを考察したのである。イエーやるロキ、イエーイ、イエーイ。重かったんだなこれ。イエーイ、人殺し、人殺し、軽いな。えいどうしようこれみたいな。すべてを話すわけにいかないよな。あと証拠とかをなんかこうヒントとかに出されるとやばいって思っちゃって、あんまり嘘とかつけなかった結果、嘘をつくことなく終わってしまった。だってロキさん14時頃、何、僕も廊下歩いてただけだしね、と廊下歩いてたって何嘘だって何だって14時半頃廊下歩いてたんだもん。でこの人だけこんなふわっとした情報なんだと。確かに。僕も急にだって誰も聞いてないし、誰も言ってないのに、急に僕も廊下歩いてただけだしな。何やと。めっちゃ頭の中に廊下ずっと廊下めっちゃ反抗できるやんと思って。セイナよりも先に気絶したクロスを見たんだよねって言ってたら、なんかセイナの方に疑いが、確かにそうかもしれない、うん、さあじゃあハーリーの真実の姿に行きましょうか。不良ハーリー、できれば秘密にしたい情報、12時クロスにサインをお願いするも仕事があると断られる。格好悪いので一緒にいたパーロスに口止めをする。どうしても愚痴が言いたくなり、セーナにはサインのことを話してしまった。口止めはしたがバレたくない。実は15時に再度クロスに会いに行っていた。しかし宝物庫から男女2人が話す声を聞き、恥ずかしく引き返してしまった。こっそりサインを書いてもらうためだった。ミーハーな自分を恥ずかしいと思っている。勝利条件、殺人犯を処刑する。追加勝利条件、クロスにサインを求めたことを暴露されない。あー、それか、追加勝利条件言えばよかった。言えばよかった知ってたのは2人ですね。そうですね。じゃあ次行きますね。はい。真実の姿。先輩からクロスが世界最強だ、そう聞いたことがある。それだけ悪の憧れだったクロスが館にいることに軽い興奮を覚えていた。幼少期はシルバニアファミリーだけが友達だった彼、ハーリー・ラビットもこの時にいじめられ、つけられたあだ名が由来だった。クロスに憧れ、彼に少しでも近づくために不良になったのだ。クロスのサインが欲しい。ハーリーの頭の中はそれだけしかなかった。悲しい。シルバニアファミリーで遊んでたんですか？シルバニアファミリーで遊んでたんですね。ああ、いいですね。いや、楽しいと思いますよ。いいですね、天才さん。ハーリーがちょっとパーロスボコボコにする話書いてくれませんかね。いやでもなんかハーリーの秘密を秘密にしてあげてるのにめっちゃ疑ってくるじゃん。いやむしろ俺が疑ったおかげでみんなから白く見られたっていうふうにちょっと解釈してくれよ。
めっちゃでかい声で叫ぶようになった。サインもらってたこれサインもらってたんだし聞いためっちゃ中学生みたいなノリでやるのか別にサインぐらいいいだろう。なんか自分の顔殴ってくれとか言うやつよりかマシだろう。自分の顔殴るのは普通の人の考えでしょ。普通じゃねえよ。頭が筋肉の人の考え。